私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんかいません。千の風に、千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。秋には光になって、畑に降り注ぐ。冬はダイヤのようにきらめく雪になる。朝は鳥になって、あなたを目覚めさせる。夜は星になって、あなたを見守る。私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。死んでなんかいません。千の風に、千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。千の風に、千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。あの大きな空を吹き渡っています。はい、こんばんは。今夜はね、千の風になって歌いました。2016年9月の8日に今日深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してますね。ね、日曜日だったけど遅くなっちゃったのは帰って寝ちゃったんだよね。帰って寝ちゃってね、こんな時間になっちゃった。今ね、でもぐっすり寝たよ。いや、日曜日はさ、予定通り昼間、高等の試験場で運転免許を更新して、その後、最寄りの新木場に行って、焚き火してきました。よかったよかったね。それでやっぱな、焚き火はやっぱ大人数に、今日も関係ない、本当に。まあ、アウトドアシーズンでさ、結局今最近問題になってるように、いろいろヤフートピックとかでさ、あれね、この野田市のさ、公園とかさ、ね、アウトドアの人のマナーが悪いでさ、使えなくなるとかね、あれ結局、あれ僕は本当、団体が悪いと思う、団体客多く、だから2人以上は気にすべきだと思うね、今日もね、2人以上。勝彦さんみたいに1人で細々としてんだったら静かなもんだよ。もちろん車も乗んないしさ、ね。まあ、そうやってほしいや、禁止するんだったら2人以上のアウトドア禁止ってすりゃいいんだよ。車のマナーもさ、もうゴミのマナーも全部そうじゃん。2人以上の大人数なんだ、ほとんど。1人で細々とやってるなんて可愛いもんなんだよ、ほんとな。だからみんなそう、1人は OK、まあ、2人以上は禁止、そうすりゃいいのに、何でもかんでも禁止っても、ちょっとな、まあそれ、まあしょうがないんだけどね。今日もあったもん、あれ、なんだっけ、30代か、36って言ってたの、あのグループでさ、なんか結局残った炭をさ、やるじゃんとか言ってさ、もらっといた僕も使わないけどさ、もったいねえからさ、大体ああいう人がその辺置いてんだよね、もう炭とかさ、残ったやつとかさ、ああやってね、僕、民もいろんなところ行くとさ、置きっぱなしの炭ね、でも本当ああいう人、団体が悪いんだよな、全部、いつもはもう。本当一人で細々とね、YouTube の動画でもさ、ソロの動画いっぱいあるけどさ、まあ、ああいう人は静かなもんなんだ。結局団体になるとさ、ね、なんだっけ、気持ちが高まったりして雑なんだろうと思うよ。一人で細々とやってるのはいいもんよ、ほんと。ね、静かなもんさ。僕なんか電車と徒歩だからさ、車もなくしさ、ね、エコロジーだしさ、いいもんよ。ゴミだってさ、もう、
たかが一つでも持って帰る人は本当、みんなきらかすの騒ぐの、特に20代の若者どもの団体だよな。あいつらだ。本当に2人以上気にすべき、2人以上。アウトドア1人で細々とやる分にはいいもんなんだよ。ね。まあ、それわかんないのかな、しょうがないけどな。まあ、いや、今日遅くなっちゃったけどね。まあ、帰って寝ちゃったからさ。じゃあ、今からちょっと飲み食いして、軽くね。もう3時になるからさ、軽く1、2杯飲んで。さて、今日のお夜食。今日はね。ブリトロ刺身状っていうのが半額になってたんで、これ食べようと思います。これ見えかな。で、半額になってたんで、今日はこれこれ切ってきた。いつもでも今日切ってくる。ブリトロの刺身だね。ブリは安くいいね。今夜はね、ブリね、切ってきました。今夜はブリの刺身でいきますよ。ブリ、ブリの刺身、これね、いつもで、はい、今夜はブリの刺身いきます、みたいな。ブリね、いつも通り、さらに適当に切って、入れて、ね、醤油。めんどくさい。こんなもんでいいかな。で、醤油垂れて、これつまんで。じゃあ、ブリのお刺身だ、うまそう。ブリトロって書いてあったから、結構裏あると思うんだ。これいただきます。あ、いただきます。ブリ先生、いいね。あ、やっぱいいだ。ブリ先生、うまい。ブリの刺身で、うまい。さて飲もう。今日はこれはつまみに。3時間しか寝れないから、散々寝るからさ、散々日曜寝るから、つい昼0時過ぎまで寝てたのでね。まあちょこっと寝るけどさ、終わったので、ね。じゃあ今日はこれ、安いビールのおなじみのバドワイザー。デザイン変わったね、バドワイザーね。ほんと安いバドワイザー。これだって税込みでいくらだっけ。これいつも言ってるけどさ、なぜかバドワイザー発泡酒じゃないんだけど安いんだよね、これね。日本で480円、税込み480円だもん、これ。日本で2本買ったからさ、これくらい、いつものグラス。バドワイザー行くよ今夜は。なぜか安いバドワイザーね。色が薄いから、ちょっと薄いのかな、これね。バドはキリンビール系なわけで、これキリンビールが販売してるんで、日本ではね。はい、乾杯。ああ、うまいね。じゃあブリ行こうか。じゃあブリの刺身。
まあ、本当はアウトドアのマナー悪いのは団体なんだよ。2人以上禁止すべきなら禁止するんだったらさ、一概に禁止するんじゃなくてさ、一人でさ、カチューコさんみたいに一人でやってもきりかわいいもんなんだよ、本当。特に二十歳前後の若者の大人数で散らかすんだろうな。今日見たもんない新木場でさ、ああいうの新木場ね、残った食材を置いてったりゴミを置いてったり、騒ぐの車の止め方とか問題のあいつらばっかなんだよ、ほんと。残った炭をめんどくせえからってどっか置いてったりさね、全部そうよね。団体のやつらなんだ、二人以上のさ若者たち。あいつらね、あれ30いくって言ってたら、あれ今日はそんな若くないんだ、あれ昨日の時から36とか言ってたもんね。そうね、まあ僕よりは若いけどさ、30代後半だったら、あれ話しかけてたの今日新木場でさ。そう若くね、30代後半だったけど、まあ30代後半の、あれゆとりでなんだよね。ゆとりだったら20代だもんな、まだな。ねえ、要するに団体があるでしょ、とにかく年齢関係ない。30代後半でもあんなのがいいんだもんな。残った炭をさ、やるよとか言うような人間。ほんとあんなもん残ったら持ってかなきゃいけないんだよ、ほんとな。自分で持ってきた人間がさ。もう持ってってもらっちゃったからしょうがないってことでさ。だから、ギターはね、もうそれもらったんやろ。しょうがないね、ああやって。あんな。ね、年齢じゃないんだ、あれ。あれ、今日話があれ何度も言うけど、30代後半だもん、あれ。36って言ってたもんな、あれな。あんなんでもああだもんな。住み残ったからでしたが、こんなね、やる、あんなことしてさ、やるよとか言って。ほんともう、もっと、いらねえけどさ、しょうがないなって。あれだ、いらないってどうせその辺置いとくと思うんだ、あいつら。だからね、ほんと団体がいけないんだ、あれ。団体客のマナーが悪いためにさ、全部気にしなきゃいけないんだよな、バカ騒ぎするやつら。一人で細々と焚き火やってんのは可愛いもんなんだよ。ねぎくさだとかでさ、可愛いにフレオネイチャーとバイト可愛い焚き火台でさ、一人で焚き火楽しんでやってんのいいんだよ。あれは可愛いもんなんだよね。可愛いもんなの。そんな騒がないし、車を乗んないし、ゴミを持って帰るしさ、可愛いもんなんだよ、ほんと。ね、結局、問題なんだよさ、二人以上にするさ、やつらなんだよ。車とかさ、乗り入れてまずいところで、そう、ただ車もそうだよ、ほんと。めんどくさいからって車のやつらはさ、車乗り入れて悪いところでも運んで、そこで荷物を下ろしてすんだ、あいつら。見てるとそうだよ。まあ、すぐ戻すけどさ、あれ。誰もいないときにさ、車乗り入れてまずいと、車乗り入れて荷物を置いてさ、ほんといけない、あんなの、ほんと。見てるとなってんだよな、あいつら。二人以上のやつら。結局そう、アウトドアでマナーあるの全部そうよ。団体とかやつら。二人以上でワイワイ騒ぐやつらのせいなんだよ。そのためにああやってさ、この間野田市のさ、公的な公園もさ、なんか禁止みたいになるみたいだもんな。はい、今日はブリの刺身だ。うまい。ブリもいいよね。マグロみたいに高くなくて。まあ、季節だけどね、ブリはいいよってところで。うん、まずもう一杯いこうか。もう一杯こういうの買ったビール、この安いビールバドワイザー2本目。
ああ、うまいね、ぶりね。まだこれ、まだ3時回ったところなんで、3時半ぐらい寝て、3時間ぐらい寝るね、またね、寝ようね。よく寝たでしょ、もう帰ってきて何時頃だろう。8時ぐらいかな、8時ぐらいからずっと寝てて、4、5時間寝てたね。ねえ、ずっとぐっすり寝て。あ、でも疲れちゃうんだもんな、やっぱね。アウトドアは楽しいけどね、疲れるよね。まあ疲れるけどやめらんないね。焚き火っていいな、あれ。炎鳴る幸せ。今日も新木場行ったからさ、帰りがそこにモクモクって言うんじゃん。木工材具でいろんな木を売ってるところ、モクモクって新木場の、新木場不登校に行く途中にあるやつね。セブンの隣か、あそこで買ってきた。人は結構、結構重たいよ。5キロから10キロぐらいあって、880円でさ、木の歯切れがあるのにいろんなの加工する過程で出たようなやつをさ、箱に詰め込んで一箱を880円で売ってるんだよね。結構あると目につくと買うんだよ、買えるとか店頭で。あれちょうどあれ歯切れだからさ、ちっちゃい木のコッパだからさ、あれだったらさ、切らなく結構大きいの巻くとさ、小さいのそこそこだったらそのままウッドストーブ手頃に焚き火台使うからさ、あれね、そうよ、あれ買ってきた。かなり重さだったね。あれで、牛乳詰まったあの箱でこのぐらいので、880円だからさ、いいかなと思って、結構、いや、普通にネットの巻きの値段と比べると、まあ、結構やっぱお手頃だよね。あれ、やっぱ、はしょってやつだからさ、半端ないやつよくね、いろいろ、もくもくってさ、いろんな木なんじゃ加工して、いろんな木をさ、いろんなサイズに加工して、するから、その過程で、半端ないやつ全部集めて、箱詰めして大変見る、たまに見る、あそこ、新木場行った、あそこの公園の帰り見るんだ。そのメニューで買ってね。でも新木場もね、来年から予約制になっちゃうからね。予約制、今年からでもまで。予約なら、ま、本当に予約制って、いつ予約してか分かんないよね、あれね。ただね、予約制って見ると、ほとんど、ほんと相当こまめになると予約取れねえもんな。だから予約制やだ。まあ新茶でまだ晴海不登公園とかあるからね。晴海不登公園。晴海不登公園まで飛ばす一本で行けないけど、飛ばすでね、東京駅から飛ばすで行っちゃうとね、コンビニ乗れないからね、食材かな困っちゃうんだよね。だから乗るとしたらね、だいたい。やっぱり有楽町とか東京駅ブラブラ歩くといいかもしれない。歩いても 1、2時間ちょいで行けるからね、あれ。東京駅、有楽町から晴海ふ頭公園まで。1時間はきついにして、まあ2時間かかんない。1時間ちょっと半ぐらいで行けるから。そうして途中のお店で買い物して、それちょっと思うよ。休みの日だったらさ、東京駅あたりからブラブラ歩きながら、晴海ふ頭公園歩いて、そこで焚き火とかやってさ、まあ焚き火台だからね、あそこも焚き火無理だからさ。今日やったら僕は大体ね、やって、食材は途中のコンビニ、もしくは途中あれ、晴海ふ頭公園だったら東京駅方面から行くと途中月の、なんだっけ、あれあるもんね、あの辺のお店で買い物したりして、あと月島のところにスーパーもあるしね、あれ、つってもらえない、月島じゃないよ、なんだっけ、あるよな、あそこ交差点、大江戸線のあそこ、ね。交差点とかね、買ってもいいし。そうですね、東京、便利で、東京駅からバスで行くと便利だけどね、晴海ふ頭公園。でも、そうすると、途中買い物できないからさ、ね。みんな、そう、団体客のせいでさ、団体客がマナー悪いんだ、みんな、2人以上のやつ。特に若者とは限らないな。今日もあれ30代後半だもん、あいつら。いつでも自分で。ほんと残った炭とクイジャブ君、団体客はさ、
あの後、バーベキューとかアウトドアなってさ、どっか遊びに行くんでさ、残ったもん邪魔だからだろうな。その辺置いてきたんだよな。ね、あいつらは、ほんと。しょうがない、ほんと。ほんと、まだな、団体客なんだ。あいつのためにさ、気にしとかなんだもんね。あいつのために。だから、気にしてんだら、二人以上禁止にすりゃいいのにさ、なんでみんな。まあ、しょうがないけどね。一人でさ、焚き火台で細々ってやってんだったらいいもんなんだよ。で、ゴミもそんな出ないしさ、みんな持って帰るしさ、可愛いもんよ、静かだしさ。僕なんかなんか車乗んないからさ、エコロジーだしさ、二酸化炭素排出しないしさ、可愛いもんだよな、ほんとな。可愛いもんだよ、ほんと、一人で顔やってんのは。団体客のためにさ、いろいろなんな。ヤフートピックに書かれてさ、やってさ。まあ、ブリ最高。じゃあ最後の刺身。今日はブリの刺身でビールをいただきました。まあ、ビールは2本。じゃあこの後また去年入りして3時半か。だから3時間くらい寝れるね。ではまたね。で、次かもしんないけどね、さて、ではまたおやすみなさい。